スクールどこに入れたらいいの、まあ、例えばサッカー経験者かそうでないかでもこれは重要視してほしいって思うのが、なんかすごい生き生きしてプレーしてるよね。もう好きで好きでサッカーやりたい。サワディーカー、皆さんこんにちは、 O2TV のせいやです。今日ですね、親の心配事について話していきたいなと思います。サッカー小僧をお持ちの親御さんたち、そのサッカー小僧の進路について、スクールどこに入れたらいいのっていう悩みが結構あると思うんですけど、まあ、僕の持論を今日は話していきたいなと思います。まず小学生についてですが、小学生の場合は本当にいろんなスクールがあって、まあ、学校の招待練があったりとか、まあ、住んでる場所によってもいろんな違いがありますよね。だからどこのスクールがいいとか、ここの招待練がいい、ここの小学校がいいっていう風にはなかなか見つけづらいんですよね。やっぱり親御さんたちが、まあ、例えばサッカー経験者かそうでないかでも違いますし、自分の子供が合う合わないってあるんで。でも僕が一番これは重要視してほしいって思うのが、そこのスクールで、そこの招待練でサッカーをしてる時に、自分の子供が自分らしいかそうじゃないかを見てほしいんですね。どんなにそのスクールが良くても、自分の子供がそこで自分らしさを発揮できない、子供が自分らしいプレーができないっていうんだったら、そのスクールはその子にとって良くないです。でそんなに飛び抜けてないけど、普通の街クラブとかそういうスクールに入ってる時、めちゃくちゃ子供が自分らしい、なんかすごい生き生きしてプレーしてるよねみたいな、そういうスクールがあったとしたら、絶対僕は自分の子供をそっちに入れます。まあ、前回の動画を見てもらえれば分かるんですけど、その状態って子供がもう好きで好きでサッカーがやりたいっていう状態の時なんですよね。やっぱり小学生の時って一番何を植え付けなきゃいけないかっていうと、サッカーが楽しい、好きっていう感情を植え付けることがまず大切なんですよ。だから親御さんで悩んでる方がいれば、絶対そういうスクールに入れてほしいと思うんですよね。でもそんな入ってみないと分かんないじゃんっていう人多いと思うんですけど、でも多分そういうスクールで体験入学とかあると思うんですよね。だからいろんなところに体験入学をすることによって、その子供の良さが全然変わってきちゃうんで、そこに親も一緒に行くで、ずっと見ててあげる。で子供が、あめちゃくちゃ楽しそうにやってんなとか、生き生きしたプレーしてるなって思ったら、もうすごい褒めてあげてください。褒められたら子供は絶対嬉しがって、でその言葉に対しては今でも覚えてます。だからそういうので悩んでる親御さんたちは、なんかどこのスクールがいいとかではなく、自分の子供をちゃんと見てますよ、自分の子供を分かってあげてますよっていうのを子供に伝わるようなところに入れてほしいと思うんですよね。で子供が例えばそういうスクールとか行った時に全然見に行かない親とかいるじゃないですか。まあ家庭の事情で全然そういう試合とかが行けないっていう方々もいると思うんですけど、でもそこをなるべく時間を割いてでも見に行ってください。子供で親に見てほしいんですよ。認められたいんですよ。まあ、僕も小学生の時はそうでした。で小学生の時に、まあ、親がいろんなその試合で方々行きますけど、いろんなところにちゃんとついてきてくれて、試合も見てくれて、で自分らしいプレーをした時に、あ今日お前らしかったじゃんみたいな、一言でいいんです本当に、言われた時にめっちゃ嬉しいんですよ。うっしゃーってなんですよ心の中で。そういう体験をさせてあげることがやっぱり小学生の年代ではすごい大切かなと思ったんで、まあ、ちょっとこの動画を撮ってみたんですけど、あとはまあその声をかけてあげる言葉もすごい重要になってきて、まあそういうスクールが決まりましたと、サッカーすごい生き生きしてます、自分らしい生き生きとしたプレーしてます、でもたまに失敗したりとか負けたりとか、自分らしいプレーができなかった時があるじゃないですか。そういう時は怒らない方がいいです。無言を貫くみたいな、そういう対応してあげると、子供は自分で考えて、じゃあ次どうしよう、親が何も言ってこないぞ、なんで何も言ってこないんだろう、今日負けたからか、今日点取ってないからか、全然自分のプレーができてないや、じゃあ次こういうプレーしよう、それを思うんですね。次の試合とかでもうめちゃくちゃ生き生きしたプレーをした場合、お今日めっちゃ良かったじゃん、すげえお前らしかったよ、そうすると子供はよっしゃってなるんですよね。ただここで一番やっちゃいけないのは怒ることっす。親がお前全然ダメじゃん、なんでそんなプレーもできねえんだよ、それってすごい自分の中で、まあ、子供が一番萎縮しちゃうんですよ。やっぱり小学生くらいの時って反抗期じゃないですか。親から怒られると、あなんだよみたいな、もういいやってなっちゃう子もいたりするんですね。だから自分らしいプレーができなかったりとか、そうじゃない時はあんまり触れないことが子供にめっちゃ響くんですよ。まあ、もちろんいろんな子供がいるんで、その親御さんにしかわからない自分の子供へのアドバイスの方法とかあるんですけど、試合後とかに親その車で送り迎えとかするじゃないですか。でその試合後の帰りの車の中とかで何にも言われなかったりすると、どうした今日、その雰囲気を感じ取るわけですよ子供ながら。でどうして今日は何も言われなかったのかっていうのを自分で考えて次に生かそうとするんで、大丈夫です。子供っていうのはまあ強いし柔軟性がすごいあるんで、だからまずそのスクール選びは
そういう感じですね。どこがいいとかじゃなくて、その子供に合うか合わないかです。そこにまずは入れてあげること。もうそのスクールはその子が生き生きする場所ではあるんで、その後の親のかける言葉の選択、そういうことも重要になってくると思うんで、褒めるときはめっちゃ褒める、ダメだったときは何にも言わないみたいな、そういう駆け引きみたいなのも必要かなと思っています。でさらにサッカーを好きで楽しくてしょうがないっていう風な考え方にさせてあげるきっかけを親が作ってあげる、まあ、それは前回の動画にもでちょっと話したんで分かると思うんですけど、見てもらえればそういう状態に子供をさせてあげられたら、まあ、他の子たちよりも伸びるんかなと思います。という感じで、まあ今回は小学生を持つ親御さんの悩み、進路についてを話してみました。そしてこの動画を見て、なんか疑問とか思ったり質問したいなと思ったことがあれば、概要欄に LINE アットとか各 SNS の URL を貼っとくので、それもぜひ見ていただけ、そこから質問してください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン忘れずにお願いします。皆さんの意見とかいろいろ待ってるんでよろしくお願いします。では皆さん、今日はありがとうございました。バイバイ。はい、この度僕は、プライベートレッスンとして、直接子どもたちに会って、指導をしていきたいなと思っています。なのでもしご自身の、息子さんとか、娘さんを教えてほしい、僕私教わりたいなと思っている人がいたら、ご連絡してください。後ほどそしたら詳細をお送りします。応募が多数寄せられた場合は、僕が今バンコクに住んでいるため、バンコクで始めたいなと思っています。でさらに、日本でも多くの応募が寄せられた場合には、日本で開催、日本での、個人塾として、これからやっていきたいなとも考えているので、ぜひぜひ皆さん応募ください。よろしくお願いします。では皆さん、バイバイ。